北海道三笠市。以前から三笠市の飲食店をいくつか紹介させていただきました。ボリューム満点の人気食堂、予約必須の焼き鳥屋さん、1920年開業のお蕎麦屋さん、三笠生まれの継承を使用したラーメン屋さん、そして今回訪れるお店は市役所から少し歩いたところ。ちなみにこの高町商店街はアンモナイトロードという愛称があるとかないとか。よく見ると歩道に化石の説明パネルがありました。そしてこの道の先にはでっかいアンモナイトがいます。三井食堂です。懐かしの町の食堂って感じです。この玄関マット、どこかで見たことあります。ここです。岩見沢の花園食堂、これです。英語バージョンと日本語バージョンがあるようです。どこかでこのシリーズ見かけた方は連絡ください。撮影しに行きます。では入ってみます。カウンターもテーブル席もあります。店内もまさに町の食堂といった形。メニューです。マトン唐揚げライスを食べるつもりで来たのですが、急にカレーが食べたくなったのでカレーライスを発注しました。ご覧の通りの濃厚カレーです。これが600円です。かなりお得ですね。ちなみにスプーンではなくフォークでした。マトン唐揚げライスを食べたらまた報告します。今回の動画はいかがでしたか？チャンネル登録と高評価お願いします。